まあまあまあアンガーコントロールとかってよく言われますよね。怒りをコントロールするっていうのは、ただなんか怒りをコントロールしたがる人はいっぱいいるんですけども、感動をコントロールしたがる人ってあんまりいないですね。なんか感動が湧き上がってきたらそれに浸らなきゃいけないっていうようなことってよく言うじゃないですか。で僕はあの。 体からら液を垂すすことはもう全部同じっていうふうに言ってるんですよ、ね、つまり、えー、ポルノグラフィーっていうのは体の霜、ね、の方から液を垂らすようなことであってですねで、えー、グルメっていうのは体の口からです、ね、液を垂らすようなことであってですねで感動的な映画とかですねすぐに感動できるようなです、ね、音楽っていうのは目,目から液を垂らすようなことでですね所詮なんか液を垂らすようなものっていうのはエンタメのど真ん中なんだけどもそんなにレベルを レベルが高いのものは駅が出る出ないギリギリのところっていうのを攻めてるのがなんかこうレベル高いよなとただ面白いものっていうのは案外レベルが低いもんであってでレベルが高いものっていうのは案外、うん なんか面白くなりにくいなというのは前回も話したんですけども基本的になんか僕がんかアニメとか映画とか評価するときにこんな話をすると「何言ってんだ」とか「俺は感動した私はすごい感動して泣きました」というのは聞くと僕は「ああ、駅が垂れてよかったですね」っていうふうに思うんですけど <laughs> といですと、ね、ま,まずですねポムチさんにですねあのはっきり言わなきゃいけないのは僕があんまり怒らないのは あ,のあんまり言いたくないんですけども僕以外の人間をもう徹底的にバカにしてるからですよね。本当に徹底的にあのポムチさんが聞いたらなんかどんなに予想しててもすごくびっくりするぐらい徹底的にバカにしてるんでですね、えーまあ、今の液を垂らすという言い方でお分かりの通りかなりあのバカにしてるということはないんですけども。 うん、気のの毒に思ってると言えばいいるとえばかな。僕は昔あの犬にしか見えないというふうに言ってたんでですねあの犬に噛まれたら自分の責任だよっていうことなんでですね誰かにあの怒らされたら怒ったのはそれはもう自分の責任だよなっていうふうに考えてるのであんまり怒んないというだけなんですけども。